お疲れちゃんです。ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、なんとエリクサーババリアン、エリートババリアンですね。はい、エリートババリアンが下方修正されましたというね、情報が入りました。で、実際ね、下方されたらしいです。初撃ですね。はい、一番最初にこうユニットを殴るまでの、速度が前より 0.1 秒かな、はい、遅くなったらしいので、まあ、使っていこうと思うんですが、なんか、あんま変わらんくねっていう、さっきね、すごい使ったんですけど、なかなかちょっと僕はね、変化がそんなわかんなかったので、ちょっと皆さん的にはね、どうなんだろうっていうところで、ちょっとね、はい、今日やっていけたらなと思います。まあ、エリバー出すじゃないですか。この一番最初の攻撃ですね。このランバーを殴る一番最初、これが、前より、若干遅くなってます。一回殴ってからその後殴り続けるのとかは変化ないと思うんですけども、さあどうでしょうか皆さん、まあ、今の一回だけだとね、あーまあわかんないよねっていうので、どん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 エリババね出していこうと思うんですが、なんかそれ以外はね、修正されてないです。攻撃力とか、まあ、普通の攻撃速度とか HP とかは、まあ、何も変わってないという感じですね。最初の、殴るまで、ユニットを殴るまでが遅くなった。殴って、まあ、またその後走ったら、次ね、ユニットを殴るまでも若干ね、まあ、衝撃なので、遅いよというね、そこですね。生まれてから、殴るまでが、こう、若干ね、実は、遅くなってるんですっていう。まあ、なんかクイズ大会とかで出てきても、わかんねえような問題ですよね。ぐらいの変化。いや、マジで、変わんねえんだよな。なので、もう個人的には、なんかまだまだエリババ環境続いちゃうんじゃないかと、思ってます。普通にね、攻撃力も高いですし、まあ、全然殴っちゃうので、まあ、どうなんだろうな。まあ、エリババをもうね、こう3、4年ぐらい使い続けてる俺からしたら、めっちゃ遅えなとかわかる人もいるかもしれないんですけど、まあ多分エリババそんな触ったことない人とか、基本的にはやっぱわかんないと思うんですね。それぐらいの誤差ですね、マジで。さあ、エレキが頑張ってます。ランバー、ここね、ちょっと処理してあげて、おしゃれにね、決めていきます。さあ、ナイスナイスナイス、エリババね、最後、行ってこーい。攻撃、初撃か。まあ、初撃遅くなって、何が変わるかって言われたら、まあ、わかんないんですけど、ホグライダーがもしかしたら一発入ってしまうとか、まあ、ユニット対決でほんのちょっと負けるとか、まあ、ほんとそんぐらいのマジの誤差だと思うんですが、若干ね、遅くなったみたいです。なんかキョスケとかね、50% バカダメージ、下方とかする割には、すごいね、運営さん今回落ち着いたね。落ち着いた対応を見せてる。ちょっとだけ下げるよっていう。いかないですね、もっとって。もっとご了承もよかったんじゃないですか？まあまあまあ。下方しすぎたらね、多分かわいそうっていうね、優しさだと思うんですよ。エリババも。久々にこんだけ使われてて、ね、バカ弱くなっちゃうと、すごいかわいそうなっていうところで、まあ、若干の。で、これで、多分ちょっとだけ様子見て、エリババもうちょっと下方必要ってみんなが言うなら、下方しようかって多分ね、運営さんも思ってくれると思うので、わかんないけどね。ちょっと。もうちょっとだけね、顔してもらえるといいなと、思ってます。まだ僕でも、エリババめっちゃ使うんで、今シーズンエリババ結構使ってたタイプの人間なんですよ。なんか、めちゃくちゃ上手い人たちって、結構エリババを使わなかったりとか、エリババメタとか、まあ麦とか、それこそね、まあ、使ってたけど、やっぱね、たまになんか使わないデッキでね、やったりとかもあると思うんですけど、まあ、僕の場合は、とりあえず、どこをエリババにしようかって。エリババデッキ、どれがいいかなっていう。とりあえず、エリババをね、軸として考えるぐらい、まあ、エリババにね、頼ってる人間なので、まあ、別に加工してくれなくてもいいんだよって思いながらね、やってまーす。さあ、今回、間は、まあ、メガナイトね、インディ君。これ、ロケホをできるだけ延命したいっすよね。あれ、ウッドからの、ぐらいかな。よいしょ。さあ、誘導して、で、ロケット押しとか、こういうアイゴレプラスのスケとか、もうなんかアイゴレデッキってね、一瞬こう受けることができるんですよ、エリババとか。なので、
最近ね、こうすごいナイト環境だったのもあるんですけど、まあナイトがね、解放されたっていうのもありますが、すごいね、使われてます、アイスゴーレム。そう、エリババ受けに優秀ですね。よいしょ、やべ、ジジ、俺が、あー、これあのね、僕が構えてれば多分もう3発ぐらいねじ込んだんじゃないかっていう感じはしますが、さあ今回相手は、わかんないですね。なんかすごい小物が多いイメージがあります。インドラメガナイト。マーレニクエクとかすごい打ちたいですね。で、ファイボ雪玉かな？これなんか延命できないのかな？いや、残るくないやん、あのキノコ。絶対今、残ろうと思えば残れたくないっていう。さあ、ネクロメガナイトですね。ネクロも射程がね、実は、ちょっと前に長くなってます。アイウィズと一緒で 0.5 だけね、伸びてます。まあ、気づいてる人は、ほぼいないでしょう。ネクロ使ってる人あんまいないんでね。かわいそうなことに。で、僕エリババはマジで今出してないんですけど、まあ、メガナイトにエリババ当てるのがいいのかな？でも、他でね、スケとかアイゴレで守れちゃうから、全然使ってないですが、ここはね、受けたいっすよね、どうにか。やばい、すべてがあっちにだけ行っちゃった。このアイゴレ蓋とかでね、インドラ延命させたい。これもしかしてなんですけど、逆です。で、あと、まあ僕だと回転早いから、回転でね、次のホグが次の僕の攻めエリババ。いや、これ攻めエリババダメかな。で、あいつが来るんですよ。スケブ。うん、全然違った。さ、囲んであげて、陸受けないからホグで釣って、おい。で、ロケット押しが、あれ、働かねえかな。アイゴレ。ちょっと負けそう。いや、多分これ、めっちゃ相性いい気がするんだけどな。これ、クエクって、エリババでね、ネクロを処理。で、端前めがないと、ぴょん一発、いや、もう一発やっちーちょっと攻めてあげて、からの防衛。いや、今、攻めると、打ってよかったのかなーとか思いつつも、まあまあまあ、で、これちょっとメガナイトジャンプさせていいまだですね。僕左側削られてないので、そんなね。大体、お、逆、ロケオ？いや、ロケオすぐ逆行くっすね。施設かな？メガナイト回る？回ってくる。まあでもダメージ逆転しました。さあ、ロケット押しがいい感じにね、頑張ってます。よし。で、ホグで、ここはウッドまで行っちゃいましょうか。まあ、スケブか、小屋か、どっちかわかんないですが。で、これ、僕、ウッド打ったから。あ、ロケホーが一生生きてますね。で、まあ、メガナイトかな。さ、メガナイト、で、こっちに、スケルトン部隊が来ます。いや、ワンチャンあるぞ、これ。さ、相手、雪玉使った。あ、待って、ごめんなさい。全然煽りでも何でもないんですよ。本当に気づいてなかった。OK。まあ、エリババ変化わかんないですね。多分、わかる方の方が少ないんじゃないかなっていう。多分、運営がね、エリババを修正しましたって、多分、ツイッターとかで言ってたと思うんですけど、運営さんがね、もし言ってなかったら、多分、誰一人なんか、エリババいや、変わってないし。なん気づかないと思うんですよね。ほんとそれぐらいの、マジで変化ないっすね。バカ強いっすよ。なので僕エリババ大好きなんでね、これからも使い続けます。これロケ防衛か、トルネとか、まあいろいろだと思うんですけど、相手初手クロスはね、なかなかヤンキーで、エリクサーがね、きついと思って攻めたんですが、まあまあいい受けをされちまう。で、クロスに対して、三振もあるよね。でもロイフグ、三種ロイフグだったら別にクロス相性悪くなかったか。なんでもないでーす。まあ、エリババーの端前にポイって出せば、基本的にやっぱ守れるので、エリババでね、耐えたいなと思います。エリポン行きまーす。ファイボー飛んでこーい。さあ相手は、まあ、ここでね、ファイアボール打たずに、このクロスでダメージをね、稼ごうっていう判断だと思います。あれ？そこで打ってくるか？これスケか、ウッドからか。デスケかな。走れー。
走れ。いや、歩くの遅いな。まあまあ、変わってないですからね、そこは。さあ、リポン来たいですね。リポンをまず貯めれれば、余裕で勝てます。多分、エリババがマジで強いんですよね。低めアーチャーとか厄介ですけど、結局は全てエリポンなので、さあ、多分、来ると思うんですけどね、チャキ。で、ここで、アイゴレになんか来るとやだな。行ってこい。よしよしよし。いや、間に合ったのでけえ。で、ここで相手がエリババをね、普通に防衛するだけだとエリポンがね、溜まるので、これは美味しいですね。まあ、ここでファイバー飛んできても、さ、飛んでくる。これなんとなくエリアド取った気がします。ヒースピはウッドが怖かったので、やってません。で、次もまた2倍タイム入れば耐えれると思うんですよ。だから、今ので、どうしようかな。攻めるか悩むっすよね。別に無理に攻める必要もないんですよ。僕、今ダメージ返ってるんでね。で、ここでもう一回エリポン来ます。よし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 。ヒギ、エリポンゲーミング。で、相手は、まあ、5打つか、まあ、なんかね、いろいろ、イモルターンですよね。で、僕もあのクロス、まあ、壊したいっちゃ壊したいけど、そんな壊せないので、もう一回あのエリポン置きます。これ繰り返してたら、負けちゃうのかな？ 5 削りで。いつかあると思うんだけどな。今かな？一応5無って、防衛クロスが壊れるターンなので、ここで、結構戦いに行きたい。よし。で、これね、エリババ受け巻いてむずいですから。で、ファイボもね、2体の方に打ちたいけど、みたいな。さあ、からのエリババがナイス！いや、回復はしてないけど、オッケー。で、僕、これ、エリポン行って、ワンチャン1本おられるのが怖いので、エリポン一旦置かずにね、置かずに、戦う。これ5は多分打ってこないと思うんだけどな。そうですね。3000が。オッケー、これで5使わせた。いや、エリポン行ってもいい気するけどな。どうだろう。一回ユニットから行こう。怖いっすよね。ちょっとだけ。ちょっとだけ怖いので。エリポン行っちゃおう。エリポン行ったら全部耐えれる理論があります。僕の中で。さあ、頑張れ。しっかり働け。いや、いい5。だが、いや、マジ、エリババ、強えんすよ。ほんとに。アイゴレが回復するのは熱っ。いや、すげえ。これだって、あいつ多分、左が、これ折れますよ。エリババで。さっき来るぞ。追加エリババが。エリババ、破壊しろ、破壊しろ。すべてを破壊しろ。防衛5か？防衛5か？いや、でも、いや、きついぞ。いや、めっちゃ受け。いや、エリババが、いや、マジで。全然下方されてないやんっていう。バカ強いですね。エリババ出すだけで勝てます。三者ね、飾りでございます！というわけで、まあ、下方されたみたいなんですけど、まあ、変わってないということで、エリババを皆さん使っていきましょう。またね、ちょっとエリババに強いデッキとかも紹介ね、できたらいいかなと思います。というわけで終わります。よければ、チャンネル登録、高評価ね、コメント等もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね！